皆さんこんにちは。今回は、ネットでかなり有名なある不気味な画像について解説します。実は出どころは特定されているのですが、非常に多くのリクエストをいただいておりますので、詳しく解説する動画を作ってみました。以前からかなり多くのリクエストをいただいている画像がありまして、それがこちらです。ウェットスーツのようなものを着た人物が、宙に浮いているような画像です。この画像、昔から怖い画像スレに貼られることが多いのですが、ネットに存在するあまたの怖い画像の中でも、この画像が一番怖いという人は多いかもしれません。確かに直接的な恐怖を煽る画像というよりは、得体の知れない気味の悪さのようなものがあります。背景はどこかの住宅街が使われておりますが、なぜかウェットスーツを着て浮いていたり、頭にはよくわからない三角形のものがついていたり、手の向きがおかしなことになっていたりと、様々な部分で不自然さを感じることから、得体の知れない恐怖を感じてしまうのがこの画像なのでしょう。これはかなり前からネットに貼られているとお話ししましたが、一体誰が、何のために作った画像なのか詳しいことは分かっていないようで、以前から、この画像を調べてほしいというリクエストをいただいておりました。確かに画像検索してみても、まとめサイトがヒットするばかりでこの画像の出どころが分かりづらいんですよね。実は出どころは特定されていまして、雑ブロでも以前に取り上げたことのあるブログだったかと思います。ご存知の方は多いと思いますが、アーネマヨ、と呼ばれる奇妙な画像を掲載しているブログに貼られていたものが初出のようです。検索してはいけない言葉では、犬、ま、としても有名ですが、意味不明な文章とともに不気味な画像が掲載されていると説明されています。すでに削除されておりますが、アーカイブが残っています。実際に見てみましょう。このブログで、このように大量の不気味な画像が掲載されています。また、同じようなサイトが現在は復活しており、そちらのブログに例の画像が掲載されていることを確認しました。日付もありえないものになっており、書かれている内容も意味不明で、過去に不気味なブログとして2チャンネルで話題になっていたようです。他にも見たことがあるような画像がありますが、おそらくこのブログ主が作ったものだと思われ、今回の画像についても、このブログ主オリジナルだったのではないかと考えられます。しかしながら、一体なぜこのようなことをしていたのか気になるところではありますね。というのも、おそらくこのブログは2チャンネルで話題になる前はほとんどの人に見られていないような状態で、このような意味不明な画像を投稿し続けているのです。ブログに掲載されている画像も、単なるコラ画像ではなく結構作り込まれているようなものばかりで、ブログの作者についてちょっと気になります。この画像の出どころはわかりましたが、アーネマヨ、という謎のブログについてもう少し詳しく調べてみましょう。さて、いきなりですが今回の画像について出どころは、アーネマヨ、ではない可能性があります。というのも、現在は削除されている、アーネマヨ、のアーカイブからこの画像が掲載されている記事が見つからないんですよね。ブログの URL はこのようになっています。先ほど同じようなサイトが復活していると話しましたが、こちらも似たような URL で、ほとんど同じような内容となっておりますが、削除されたアーネマヨの作者が作り直したブログなのか、誰かが模倣したものなのかは不明ですが、少なくとも本家が削除されてから新たに作られたブログであることは確かです。で、この現存する方のブログには例の画像が掲載されているのですが、旧ブログでは掲載されていることが確認できないのです。一部見ることができない記事もあるので、絶対にないとは言い切れませんが、仮にないとしたら、なぜ新しいブログのみに存在するのかという話になってきます。新ブログも、旧ブログにあった画像を転載しているだけで、新たに作った画像とは考えづらいんですよね。で、調べたところ掲載元はこちらのブログである可能性が高いと思われます。シンプルイズバーストというブログで、こちらはアーネマヨと同様、意味不明な文章と不気味な画像が載っています。
こんな感じで、合成写真のような不気味な画像が多くアップされており、その中に例の画像もあります。これ、2007年にアップされたもので、アーネマヨがネットで話題になる前から存在する画像です。このことから、このブログが初出なのではないか、と考えます。このブログ自体も不気味なものですが、おそらく不気味なブログを演出しているだけで、普通の記事もありました。2006年頃に、携帯電話に関する記事をいくつか投稿しており、コメント欄でも普通にやり取りを行っています。このことから、不気味な演出をしているだけのブログだったと言っていいかと思います。さらに、アーネマヨと作者は同じではないかとも考えています。というのも、アーネマヨにない画像も多く掲載されておりますが、画像の構成が非常に似ております。また、不気味な文章と画像を載せるという手法も一致しており、アーネマヨができる前に更新していたのではないかと考えます。というのも、こちらのブログは2008年に更新が停止しています。アーネマヨは日付がおかしいので、具体的にいつから存在していたのかはわかりませんが、アーカイブを見ると2009年頃から存在しています。このことから、このブログの更新が途絶えた後にアーネマヨが作られた可能性が高く、そうなると作者は一緒なのではないでしょうか。さて、話が長くなりましたが、結論としては画像の出所はシンプルイズバーストというブログだったと考えられます。不気味なブログではありますが、作者は普通の人であり、アーネマヨと同じ作者である可能性もあります。最後に、余談ではありますが、この画像がどうやって作られたのか考えてみましょう。このブログに掲載された画像で、中には元ネタが判明しているものもあります。例えばこの首から手が生えている不気味な集合写真ですが、背景はこちらのメディアサイトのものが使われています。2009年の記事なので、アーネマヨが作られた頃と一致しますね。このことから、今回のこの画像に関してもネットで拾った画像をベースに作られているのではないかと思います。例えば体の部分、商品画像の構図と非常に似ており、例えばこのような画像に顔を合成し、手を逆にして作ったのかもしれません。ですので、元画像があるとすれば、2009年頃に販売されていた何らかの商品画像だった可能性が高いのではないかと思います。ただ、だいぶ加工されていますし、古い画像なので特定するのは難しいでしょうね。いかがでしたでしょうか。かなり有名で、よく調べてほしいというリクエストをいただくので改めて動画で解説してみました。この画像、よくある怖い画像と比べると異質な感じで、結構不気味なんですよね。他にも調べてほしい画像などあれば、ぜひコメントで教えてください。